エリコです。今日は、うん、私が好きな食べ物、うん、日本の食べ物の、うん、トップ5つ紹介したいんだけど、やっぱりエリちゃんの意見も聞こうかなと思って、大阪弁で、大阪弁ね、うん、オッケーオッケー。じゃあお願いします。第5位はもんじゃ焼き。もんじゃ、もんじゃ、あれ東京の食べ物か。そうだね、東京からの食べ物だから、関西はお好み焼きがあるけど、どうこのぐちゃぐちゃのもんじゃ焼き、で大阪はお好み、東京はもんじゃ、なんかこう対立する部、対立する部分が、ああバチバチバチバトルバトルあるんやけど、もんじゃな、邪道と思いきや、あれ邪道、邪道、あーそっか、まあぐちゃぐちゃだから、でも美味しいよな、美味しいよな、美味しいよ なあれ、私好きやね、好きやね、実は好き、実は好きやねお好み焼きは何位って結構もんじゃ頼む頼んどる、うん、頼んどる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 、あ、これ名古屋弁だ、頼んでる、頼んでる、注文してる、なるほどね。じゃあ、第4位、うん、4位は、何好きや、うなぎ、あ、うなぎ、おいしいでしょ、季節、季節、日本季節、うなぎはいい匂い、白いご飯持って行って、もうそこで匂いだけで食べれる、そう、あ、じゃあ白いご飯持ってって、匂いだけでうなぎ、あのうなぎの匂いだけでおかずをそれにして食べたい、匂いだけでご飯がいける、いける、いける、鍋でもいける、いける、いける、うん、食べれる、食べれるってことで、食べれる、そう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 、そうなのよ。第3位、3位、3位、何位、3位はね、あのうどん好き、あ、お店屋さんでなんかこう、うどんとかね、いっぱい野菜とかこう海鮮物とかこう、お鍋、家で野菜切ってうどん入れて、もう鶏でも肉でも何でも魚でも入れて、え、安つけへん、それはね、家の方が安いんだけど、じゃあお鍋は家で、家で食べるもの、あ、そっか、そうそう、めんどくさい時に、そうそう、まあ家でもやるんだけどね、やる、やるよね、そう、第2位、2位は海鮮丼、あー、もうお寿司大好きだからさ、美味しいよな、そう、なんかサーモンとかイカとか乗っててね、もうイクラ、ウニ、マグロ、もうなんかわーってな、海鮮丼好き、大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 好きやで、大好きやで。それでは第1位はやっぱり名古屋の味噌カツだがね、あ、味噌カツな、赤味噌な、八丁味噌、あれ好きやな、ラブリーカップルと一緒でーす、イエーイ、ラブラブ、ありがとう、ラブリーですね、いいよ、ヒレカツ、ヒレカツです、お母さん、お母さんヒレカツ、どうぞ、ちょっとだけけども、あ、こっちいいの、ありがとう、どっちもいいよ、どっちもいいよ、おいしい、あ、うまそうに食べるね、やばい、お母さんかわいい、いい、上手、ありがとう、ママたちの飲み会なの、